それまで一人の物語だった突然君が現れるまではページめくった先で君と巡り合った見開きで恋をしたそれから二人の物語だった突然日々が特別になった一ページめくるたびに胸が騒がしくて思わずしおりで閉じた会えない時に進んでいた物語の終わりはどこへ行くの恋をしてたそれなのに好きだと言えなかった夜があった君と手をつないでページを駆け抜けて読み返せばきらめいてた君に会えたそれだけで涙が溢れてしまう夜もあった大人を紡いで運命蹴飛ばしてやっと会えた一ページが始まるI'm not afraid to die.